早やとラジオ放送所早やとラジオ送信所早やとラジオ放送所では、鹿児島県霧島市早やと町に設置されている、鹿児島県域中派放送の親局送信所について説明する。日本放送協会と南日本放送の2つの事業者がそれぞれ送信所を設置しており、NHK 鹿児島放送局の名称は、早やとラジオ放送所、MBC ラジオの名称は、 早戸ラジオ送信所である。早戸町へは当初 NHK 鹿児島局のみが設けていたが、1986年10月に、それまで鹿児島市吉野に送信所を設けていた MBC ラジオが南朝市状態の改善と宅地化及び送信設備の老朽化に伴い当地に送信所を移転した。また、これに先駆け1981年4月に、 空中線電力を4倍に引き上げた。このため、MBC ラジオの空中線電力は、地方民間放送事業者としては、異例の2 0ットとなっている。この移転による受信改善効果は、霧島市と大隅半島では、空中線電力を10倍にした場合以上のもので、あるとされた。MBC ラジオは、奄美諸島を除く札南諸島も広くカバーするほか、 大韓民国の歩行文化放送や石川県の北陸放送に渾身しないよう南方向に指向性を設けている。この結果、薩摩仙台市や出水市など北札方面へは出力が抑えられている状況となり、夜間においては前日の両局との渾身が激しい。なお、この対策として MBC ラジオは阿久根市にある送信施設の移転、増力及び、 大口への中継局新設などの対応を行った。2021年現在、同局は、鹿児島県本土において、中波同一周波数放送を行っている。ありがとうございます。